番です。全日本の1番は大林素子、2番長富亜希選手、2番セッターの長富、4番山内美香選手、4番バックアタックの山内美香、6番吉原智子選手、うまい攻撃を仕掛けます6番が吉原、7番福田清子選手、素晴らしい筋肉の持ち主です。パワーで打ちまくります福田、9番田尻浅子選手、日本のチームに笑いをもたらしてくれるのはこの人です。田尻監督、横田忠義、あのミュンヘンのゴールドメダリスト横田忠義、全日本女子を率います。フィジカルトレーナー荒木和則、マネージャー花田美奈子、以上です。以上が全日本女子のスターティングメンバー、そして注目のヤオハンプロ世界選抜です。4番キム・オーデン、192センチあります。6番男性的なトス回しをするセッター、ソ・ケイケン、そして日本でも大変人気がありますケムナー、サージャントジャンプ1メートル3という世界の超人ルイス、190センチのセンタープレーヤーカルバハル、まだ18歳、世界の顔となりましたアルタモノア、団長はフェオルヘ、そしてあのローヘイが率います。レフリーが森仁一、副審が梶康夫です。コート向かいまして、右側がヤオハンプロ世界選抜、左側が全日本です。長富のサーブで始まります。さあアンダーで上げてアルタモノア、足の長いスパイクを軽く打ちました、高いですね、今なんかも軽く打ってますけど、ブロック一生懸命飛んでるんですけどね、日本の方も、はい、思わず場内がシーンとなりました。さあ長富は誰を使うか、おっとコンビニスです。ソケイケンは得意のターンですね、ターン打ちですね。13歳の時ヘルヘ監督にスカウトされましたカルバハル、今年24歳です。ジャンプトス山内、ちょっとこの山内とのコンビが合ってないんですね、今なんかもちょっとタイミングがあの山内の方ちょっとあの早い感じですね、はい、得点が2対0、ヤオハンプロ世界選抜2ポイントリードしています。全日本サーバー6番の吉原、ストレートサーブ、低い姿勢からのトスアップ、レフトからもライトからも打ちますアルタモノア、もう一度見てみましょう、今ソケゲンのすごいあのトス回しですね。そうですね、この人は左手も使えます、大変華麗なしかも男性的なトス回しをします。日本はコンビを見せました、1人を飛び込んで大林です。もう一度見てみましょう、あブロックがずれています、あの田尻の B に引っ掛けた、あのコンビですね。そうですね、とにかくあの長富としてはブロックを1枚半あるいは1枚にしなくてはいけません、常に2枚疲れると苦しくなります。さあ福田チャンスボール日本です。長富はおっとトスがちょっとばらついている、ラリーが続きます。これ難しかったですからね、アウトですね。カルバハルのスパイクがアウトとなりました。昨日のゲームを終わってもう少しトスを高くしてくれと、そしてこのカルバハルはバック行くとサーブレシーブに入るんで速攻に入れないじゃないかと文句を言っていました。